おかえりなさい。お疲れ様です。で、こっち、よ、よ、うっせ、くそー、東方の駐車場しか空いてなかった。まあ、安いからいいねんけど、こっち、お疲れっす。あー、昼から巻き打ちやのいな。これ多分乾燥したら起きられへん。あ、おかえり、おかえり、1号から4号までおかえり、お銀もおかえり、引き子もおかえり、あ、無料アイテムあざす、あざす、無料アイテム、小林、電話して機長のとこ行ってって言って、よし、わかった、8号がファンタ投げたら電話するわ。ええぞ。あ、おかえり。ええよ、8号がファンタ投げたら俺速攻電話するわ。いや、いいよ、別にやばないよ、別にそんな言うてるほど。おう、な、やばないよな。自分で電話したらええな。電話しろって言ってるやつ、お前なんか LINE 晒してんねんからさ、俺がかけんでもええやろ。そう、そもそも機長にかけろはわかるけど、狛江にかけろは意味わからんやろ。殺害予告なんて俺何回もされてるからな、そんな大したことあるか、を思ってんけど、殺害予告なんか俺何回もされてんぞ、そんな。しかもさ、ほんまにやばかったらさ、警察行けばいいだけじゃね。放送回してる時点で大丈夫やから。サブ、思いませんか、皆の衆、変な、よくわからへん鳩よ。くんくんくん、15号、あ、無理やと、まざす。最近でもあれやんな、外部から鳩飛んでくる結構あるな、夏日のせいで。まあそうやんな、別に警察行きゃええやん、ほんまに困ってんやったら配信してんと、っていうのが多分ちゃんと本人も分かってるから大丈夫やって。しかもほんまにボコられたらボコられたでめっちゃおもろいやん。あ、無理やと、まざす。ほんまにボコられたらボコられたで神回やろ。あ、無理やと、まざす。俺もお腹すいた、腹減った、めっちゃ口笛吹いてる人おるやん。外部まででも鳩飛んでくるってことは、まあぼちぼち湧いてんやろうな。おう、なあ、分かってるて、そんな。そうそう、あ、無理あえて、ありがとうございます。さあ帰って飯じゃ。うわー、腹減った、ローストビーフも切って食っちゃおうかな。どう思う、この時間にあのローストビーフ食うはやばいか。うらやてまざす。おお、あれ絶対うまいぞ、一塊3000やからな。いや、切らずには食われへんよ、さすがに無理無理。ローストビーフ食うか、帰って。いや、今日あんまり寒くない、でほんま多分これでいけるぐらい。まあ多分あれ下に前履いてるからもあるやろうけど、全然いけんで、これで風ないし、そんな寒ない、まあ、ちょっと寒いけど、もうほとんど車やったからな。いや、でも2500ぐらいおったらええ方ちゃん言うたら、やっぱ2500やったらここでも行くもんな。サブ、ご飯はないな、あんたイベント出ない言うた。いや、ちゃうちゃうちゃう、あのな、13号あの別にあのイベントアイテムが欲しくて出てるんじゃないねん。そうか、言葉足らずやったか。じゃあ一応なんかマンスリーとかがまあそこそこさ、あのどうでも、いや、どうでもじゃない、そこそこいい位置におるから、無料アイテムだけ、
っていう、ブルーアイテムでちょっとポイント伸ばしていこうぜみたいな試み。別にもうイベントとかないでもいい。今これ出てるやつな、13号。どっちかというとあのデイベのやつの方が熱い。ブルチ逮捕確定。機長助けて。上で20号が花火投げたら考えるわ。よし、ええで20号、うん、かまへんで、うん、20号が花火投げたら、ちょ待って、これやばいわ、ほんまか、これこれマジか、もうほんまチャリほんま、まあまあえぐいよほんま。日に日にトランスフォームしていくよなこの辺。いやいや、これまだマシやけど、マシな方やねんほんで、うんうん、入り口塞がってる時あるからな、うん、ちなみに翔さん何かあったの。もうなんか麻雀屋さんであのカレーライス頼んだらしい、うんそうやな、俺に言うてくるのがおかしいやろ言ったら。え、もう2位にもチャリないよ、持って行ってくれた、いつか知らん、いつ持って行ったのか知らんけど、よいしょよいしょ、おかえり。うわ、やっぱ暖房切って行ってるから寒いわ家の中も。何があったか知らんけど、あゆこ山田、いや知らん、俺なんかあったん。あれちゃん、俺をタイトルにして便乗したいだけの人ちゃん多分、うん、分からん、分からん、なんかあったん23号、本人に聞いてきたら。多分マチャは言い過ぎやけどな、よいしょ。あ、無理やってもありがとうございます、ありがとうございます。さあ帰ってきた、はあ、疲れた、暖房効くまで寒い、ベッドに誰かおるわけないやろ。よいしょ、これですね、さっきこれやな、これを食べていこうと思いました。昼ごはん、うん、脇田さんちゃう、脇内やら、うん、これ冷めてもうまいか、うん、あー、ええ運動したわ、ベッドに黒い人見えた、よし、じゃあ花火投げたらベッド移してあるわ今、うん、はあ、うわ、うまいよ、じゃあ移さへん、じゃあ移してあげへん、うん、うん、お腹すいたな、うん、うん、分かった、米はいらん、これ2個食ったらそこそこ腹膨らみそう、手羽先の唐揚げ、うまいね、うん、うまいね、うん、うまい、めっちゃうまい、うん、あ、そやな、手洗うか、これ食ったら手洗うわ、うん、うん、食べ終わったら洗うわ、そんなん言ってたらサバイバル生活できひんで、うんうん
足らんな、うん、足らへん、うん、足らんわ、大変。どうしよう。昔いたバーサって誰？知らん。誰それ？うん、チンセンでもこれは冷めてもうまい。あ、なんか中華料理屋さんのやつ。いや、おらんよ、それ。おらん、おらん。うん。うまいねんけどさ、4本で900円は高すぎるからな。うん。うん、高級品やわ。足りひん。お腹すいた。うん。ティッシュで拭いたもん。あ、怖かった。今、他媒体の配信者がリスナーを込めてふてくされてるのを見てたら、お前が少しすげえな。やろ、すごいやろ。うん。究極のサンドバッグやろ。うん。やろ。やろ、すごいやろ。どれだけ心ない言葉を浴びせられても、うん。やろ、わかった。ようやくわかってきた。うん。美味しい。うん、ローストビーフ切る？行くか。ローストビーフ行くか。行っていいかな。なんか送ってくれた人が見てるときに食べてあげたいはあんねんけどな。で、リスナーさん、うん、おるかな、うん、できたらな、いてはるときにな食べたいなと思ってるけど、わからんからな、あるかあらへんかな。最近山田がかっこよく見る、おかしないやろ、最近ってか別にかっこいいやん俺、ビジュアルは、うん、そうキャラがあってかっこよく見せてないけど、うん、かっこいいやん、うん、俺とこよく並んだらもう答え出てたやんかっこいいやん、うん、うん、まあ俺と太郎くんでもいいけど、うん、加工なんか入れてないって、加工なんか入れへんやろ、男やのに。あほな。ティッシュ、ティッシュ。ローストビーフ行くか。うん。せやな、そう、主さんいてるときにな、食べたいがあるからな。うん。かっけえ。今日もかっけえ。ちょ、ズボン脱ごう。ズボン脱いでくるわ。あと、おしっこした。あ、そや、手洗わなあかんねやった、忘れてた。教えたい。
てやろうぜ。ローストビーフ行くか。腹減ってんもんな。ローストビーフ行くか。一個行くか。一個。一個は行ってやろ。一個あかんかな。行くか。これ。あ？行くか。ローストビーフ。ああ。行くか。うん、あるで、ヘアクリップ。薄毛じゃないから俺別に。ああ、これ3本ぐらいあるぞ、ここに。ああ、よいしょ。行くか。いや、切るよ、さすがに切るやろ。テーブルの上片付けて、テーブルで切ってそのまま食うか。じゃああれやもんな。少々これで、これでさ、そのままもう切ったらええんちゃう多分。こう。ここで。もう頭ええやろ。いったらローストビーフ1個。二つあるからな、1個はいってええやろ。薄く切んの？いや、ちょ、さっきゴミ捨てて、これ汁こぼれたら多分悲惨や。行きます、行きます。繊維を断ち切った方がいいんか、ローストビーフとかはな。トリュフソルト、うん、ついてたついてた。え、あれかけた方がいい。うわ、うわ、うわ。うーわ、うん、うーわ。いやいやいや、そんなん、うん、ダメよ、うん、普通にちゃんと切って食いたいタイプやから、うん、ダメよ、うん、もうちょっとあれやな、長い方包丁っていうか刃物で切りたいとこではあるな。でもやっぱ俺刃物の扱い慣れてるからやっぱ切るうまいな。で、これあれでしょ、そのなんとかソルト行くぞ。この時間からさ、ローストビーフ切ってる配信者絶対俺しかおらんわ、うん、絶対おらんで、多分他のさ、あのコンテンツとか行ってもやで。多分この時間にローストビーフ切ってんの、ほんま日本中で俺だけの気してきたわ。やばいな。そう考えたら唯一無二やな。ああ、思わん。あ、ちょっと待って、延長ボタン押さなあかんけど、手があれやわな。うん。で、なんとかソルト持ってこようぜ、あれ。うん、切れる切れる。全然切れる。しゃ、
なんとかソルトついてるわ。なんとかソルトよ。これいくぞ、お前ら。いや、味付けはされてるけど、この何？あ、これトリュフなんや。トリュフらしいわ、これ。うわ、バカトリュフの匂いする。うーわ、あ、これバカトリュフの匂いする。これ どうしようか。あ、この辺にあれやな、出汁でつけて食うか。どうしよう。すげえな、これバカトリュフの匂いする。うん、ちょっとこれはマジで外カメで見せたい。行くで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 、おりゃよ。うーわー、あっちゃー。うーわー、エロ。トリュフ食べたことない。うわー、うーわー、これリスナーさんが送ってきてくれて。いやいや、これでいいね。うん、噛み応えなかったらうまないから、こんなもん。では、お夜食食べていきたいと思います。いただきます。うわー、うわー、あー、この端っこからいくか。このトリュフソルト、トリュフソルトをこうつけて。もうな、あの、目つぶったら富裕層。うん。目つぶったら富裕層。うん。うまいな。うわぁ。いや、柔らかいで。うん。いやいや、柔らかい柔らかい。全然、全然なんか、前歯ない配信者とかでも噛み切れると思う、これ。うん。うん。100点や。うん。うまい。うん。いいよ。うん。なんか何やろ、肉汁もちゃんとあって。うまい。うん。うん。塩つけすぎな。ないもんだって、味噌汁とか。うん、あの、そうやってな、説明するわ。うん、うん、うん、ああ。じゃあ、この、何？トリュフ、トリュフソルト、シーソルト、うん、が、肉を引き立ててるよね。マジで。
あ、お疲れてきた。何個でもいけるよな、これな。え、シーソルトって書いてんで、これ。トリュフシーソルトって書いてる。トリュフシーソルトうん、うまい。うん、今してる、ナウで。うん、企業案件。うん。うん。おはよう。いや、これは塩やわ。いやいや、分厚く切った方がうまい。肉を感じるよね。いや、でもトリュフ臭するで。あのトリュフ臭めっちゃするこの塩。うわーって。また世界三大珍味と何黒毛和牛英語のローストビーフ、うん、夢のハーモニーや、いや、これはこれでいい。完成されてる。多分な、今まで食べたローストビーフの中でこれが一番うまいわ。あの、何？あの、リッツ・カールトンとかで出てくるローストビーフよりこっちの方がうまいわ。うわ、割とマジで。まあ、行ったことないけど、リッツ・カールトン。うまい。マジでうまい。柔らかいで結構。食べるよ。なるわ。うまい。火加減が多分ちょうどいいんやと思うわ。火加減。完璧よね。調理方法も。喉の調子ようなった、だいぶ。はい。ごちそうさまでした。またもう一個残ってるからな。それは明日にしよう。
誰か洗い物して。うん、うまいな。うん、ごちそうさまです。美味しかった、うん、誰か洗い物して。これはうまいわ。うん。何？今まで食べた、ローストビーフの中で多分ほんま一番うまいと思う。うん。何？スーパーとかで売ってるさ、もう、ローストビーフとかの火にならん。もう次元がちゃうわ。うん。もう一個明日食べる。うまいわ、めっちゃうまかったわ。で、あれ2つで6000円やって。うん、2つで6000円。うん、だから今3000円食ってん俺。うん